リンカーン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は34,632人で軍庁所在地はノースプラット。同州の州ともリンカーンという名だがリンカーン軍からは離れていて直接の関係はない。リンカーン軍はノースプラット小都市統計地域の一部になっている。ネブラスカ州のナンバープレートでは 林間軍の車両は最初の数字が15になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、林間軍の車両登録数が州内の軍で15番目に多かったからである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積6669平方キロメートルである。このうち6641平方キロメートルが陸地で 29平方キロメートルが海や湖などの水面である。総面積のうち0.43%が水面となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、林間軍には34,632人、14,076世帯、及び9,444家族が暮らしている。人口密度は5平方キロメートルで、 6、ミニの平均的な密度に15,438件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人94.70%、黒人0.54%、先住民0.51%、アジア系0.37%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種2.65%、及びパ欠1.21%で、 5.43%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。リンカーン群に住む14,076世帯のうち32.00%は18歳未満の子供と暮らしており、55.90%は夫婦で生活している。8.00%は未婚の女性が接待種であり、32.90%は家族以外の住人と同居している。 28.30%は独居で、全世帯の11.60%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.41人であり、家庭の場合は2.97人である。軍の住民は26.20%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が8.30%、25歳。 以上44歳以下が26.60%、45歳以上64歳以下が23.80%、及び65歳以上が15.10%となっている。平均年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は96.50に見て、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.40にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は36,568ベ米ドルで、家族ごとでは45,185ベ米ドルである。男性の36,244ベ米ドルに、対して女性は2二2 5 2ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は18,696ベ米ドルである。総人口の9.70%、 家族の7.20%は貧困線以下である。18歳未満の子供の12.10%及び65歳以上の9.30%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。